はい、皆さんこんにちは、ムツーです。今回使うのはバレルスピナーデコですね。スピナー系の武器の、バレルスピナーのデコです。そのまんまじゃねえかってまあ結構射程があって、まあ溜めますね。2回こう溜めて、まあ1回でもいいんだけど、とにかく溜めてから撃つという、まあチャージャーのシューター版みたいな感じですね。サブがポイントセンサーなんで、遠くから投げてマーキングつけて味方をサポートしつつ、後ろからこう後方シーンでねバシバシ撃っていくと。で、スペシャルは、ダイオウイカなんでね、どうしても近距離寄られてどうにもなんなくなった時とか、これで押し返すことができる。まあ、非常にバランスのいい、バランスの取れた武器ですね。まあ、スピナー系が苦手という、ただ一点を除けばかなり完成されてる武器ですね。ムツがスピナーは苦手という、その一点だけが不安ですが。じゃあやっていきましょう。夢大美術館、やっていきましょう。お、いいじゃないの、バランスが。これはいい感じで後方支援しつつの、ちょっと向こうにも、あれいるから勝ちたいっすね、向こうの、それには。感じてくれ、俺が何を言いたいのか。もう感じてくれ。そう。もう大丈夫ですよ。もう僕の動画見に来てる人は大丈夫ですよ。もう初見さんにもかなり強要してる気がしますけど。雰囲気を感じてくれる人がきっとね、多いでしょう、ニコニコ動画には。さあ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 、あ、これはエイムがクソ。とりあえず投げとく。あ、これも、おい、うわ、いけ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 、うわこの 3K きついな。あ、やばい、あかん、これ最後までこっち塗られないやつだ。もう僕がいつもこのステージやるとき必ずやるのはここ塗ることなんですけど、今回ちょっと塗りにくいからパスしてたけど、ダメだな、ここ。特にね、この辺からもうなんか向こう行っちゃう人多いからここまで塗るという、自分が塗った方が早いんだよな。よし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 、結構やっぱ塗り残しあって曲げるのはもったいないですからね、この辺も。まあとはいえ結構近距離も塗れる武器多い。 OK、 いいね。その辺にいるべ。あ、なんかどこ行っちゃったぞ。あ、ちょ、車線も見えるし、もう。そう。あ、そこにいんじゃん。おー、ナイスナイスナイス。そうそう。まあ結構パブロは居場所分かれば、そんなにそこまで怖くないイメージはあるんで。この辺も塗っとこうか。ざっくりざっくりでも塗りつつ。あくまで縄張りはあるっすからね。味方、足場塗るよ。うわー、死ぬ。うおー、あれどこ行った、この辺でね。うわー、どっか行っちゃうぜこれ。あ、な、倒したわ。あーやだー、死にたくない。ナイス、いいね、今の連帯。連帯というか俺は逃げ返っただけなんだが、味方がきっちりとサポートしてくれましたね。素晴らしいぞこれ。後衛と後衛でかぶっちゃうのよくないから、とりあえず投げろ。オッケー、いいね。危ない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 。結構遠くからも投げてくるね、きっちり。リッターの車線の方からは出たくないとしつつ。オッケー、いいね。次その辺にもいそうだから。いないね。やっぱりいいな、レーダー。使いやすいことこの上ないぞ。うわぁ、危ねえ、よかった、生きてて。冷静さを失わない。完全にパブロの間合いだったが。意外といけましたね。なんか抜けない？うわ、ちょ、すげえな、肉弾戦すぎる。やった、勝ったでしょ。意外と、結構、きったねえな、自陣の塗り。みんな、あれだね、中盤で押せてたってことだね、逆を裏を返せば。チームは大勝利だ。意外と倒せたかな。塗りがやっぱりな、いまいちだね。結構塗れる武器であるはずなんだが。まあ、次行きましょうか。俺マジちょっと やめてくれよ、金目鯛ばっかくんの。やべえよ、もう、あと10分ぐらいでステージ変わっちゃうんだって。さあやっていきましょう。こっちいいなぁ。塗ってくれる武器一人いるだけで、なんかだいぶ安心感が違うというか。後方支援だから、あんまり真っ先に上がらなくてもいいのかな。逆に後方支援だからこそ先に上がっとかなきゃいけないのか。バラバラバラーっと塗りつつね。ざっくりざっくり、やっぱあっち誰も乗らないな。塗りに行きましょうね。
オッケー、味方が削っていってくれたおかげでさっくり倒せたね。やっぱアウトボクシングですよ。アウトレンジ、アウトサイドなんたらなんだアウトレンジから戦うのがやっぱいいっすよね。早速最前線に行ってるわけだが、そういうのも気にしない。ちょっとインクがないわ。ちょっとあれ、よし、オッケー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 。ローラーが潜んでる。うわっ、危ねえ。これやべえ、ダメだ、追いつかない。ダメだ、下手くそすぎる。やっぱイカ速1個ぐらい積まないと俺みたいな下手くそはきついな。ナイスナイスナイス。これ上から援護するのがいいんちゃう。ちょっと足場塗っとこう。オッケー、うわうまいな、うまいことやられてしまったな。筋肉3つも積んでんのか。さあ味方が前線が崩壊してないんで、イカのやられ状況見ても誰もやられてないから、ここは光栄をしっかり塗っていきましょうかね。状況見つつ濡れてないところ塗っていく。あんま光栄ばっか塗ってると今度いつの間にか前線教えられちゃって余裕で負けるってこともありえるんで、危ねえ。ちょっと状況と相談相談って感じですけど、なんかいるなあそこ。なんか当たったぞ今。やばい、これ死ぬ死ぬ。うわうわイカジャンプ動作中ってダイオウイカ発動できないのか。一つ勉強になりましたね皆さん当然なんだよな、当然なんだよな別に言われるまでもないんだよな。今焦っちゃったな、マジでもったいないことした。ダイオウ溜まってたのに、ちょっとあまりにも気が動転してしまった。やばい、ちょっとこれ、あれ味方助けに行かないと。やべ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 。ちょっとローラーの居場所は把握しとかないと厄介ですからね。いつもいか距離詰められてるケースが。これやばい、一回帰る。どういった。お、ダイオウ溜まったぞ。ちょっと前出ても良さそうだが、ここ塗られてんのあんまよろしくないな。ここ塗られてんのあんまよろしくない。やばいやばい、うおー、やべ、ローラー来たら一発で死ぬような感じで戦ってるけど、まあいいでしょ、それはそれで。オッケー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 。エイム下手くそでもいっぱい弾が出るから勝てるぞ。ざっくりざっくり、ちょっと二人固まんのまずい。2倍抜くされる恐れもありつるありつるよっ、いい感じじゃない？ああ、もうちょっと戦いたかった。あ、でも結構今回は自陣意外と乗れてるぞ。活躍はかなり地味だったけど、でもこれでも多分塗りポイント3位とか、なんかこう微妙な感じなんだろうなこれさあどうでしょうか。キルあんま取れなかったか。おい、意外と乗ってるぞ。でもおい、なんか良かったんじゃない、バランスいいんじゃないこれが。やりつつ塗りつつみたいな感じで良かったっすね。次行きましょう。金メダル以外、おし、やったぜ。あとは活躍するだけだな俺がな。ちょっとメンバー見てどこ塗ろうか決めようか。そっと、あ、でも一人塗り武器がいるのはありがたい。おすごいな、なんかモデラーってこうスプラトゥーン初期ってすごい多かったけど、今見るのって珍しいですよね。まあ縄張りだったらまだ見るかって感じですけど、いいっすね。じゃあサクサクっとライン上げつつ、うわっ近すぎるやばいな。これ結構でもいいね、これ外から。やばい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 、ナイス味方。オッケーオッケーオッケー、結構制圧してんな。これ何もしてないけどな。お、ダイヤも溜まった、いい感じすぎる。ここから司令塔するぞ。これやめてやめてやめて、話せばわかるよね。うわぁ、いや死ぬこれちょマジか、今2人食べ。あ、上乗ってたのか。大王抱え落ちがもったいないっすね。まあまあいいでしょう、味方大暴してくれてんな。スピンの対決負けるわけにいかん。ああ、うまいなあの人、うまいなあれで。しかも避けられるという、うまいな足場塗るのうまいな。スピナーって結構足場すごい塗りづらいイメージがある。一回溜めなきゃいけないからね。あそこにいるね。
うわあ！受活すぎない？あ、でもこれ、ああ倒されたかな？あ、やばいなこれ、やばい、押し返されるぞ。あ、でも味方が、俺はクソ下手くそだけど味方がクソうまいせいで全然ラインが下がらない。マジ邪魔だよこれ。うわ、近くにいた。やばいな、向こうのチームすごいうまいぞ。やばいやばい、押されてきた押されてきた。さすがに俺死にすぎかこれ。ちょっとこの辺いない感じだから塗りつつ、やばい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 、よしよしよし、手倒した。オッケーオッケーオッケー、舞台倒した、舞台倒した、これはいい感じに食い尽くしたね。なんかすごいスピナー多いな今回構成が。オッケー、いいね、潜んでんじゃねえか。オッケー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 、しかもダイヤまで溜まったぞ、最高すぎる。ここでこの集合状況は強すぎない。これはいいぞ。ちょっと避けるぞ。なんか勝つな。なんかさ、味方のおこぼれバックもらってこれ敵倒してた気がするけど、いやちょっと前半マジでちょっとやっちゃいけないスピナーのなんかやっちゃいけないスピナー教習所みたいなね、絶対なんかこうビデオで放送されそうな内容だったけど、いやでも1位ですね、塗りも1位だし、キルもそこそこ取って、まあ良かったということで。